乾いた日常に潤いをアイロスファースイートピーイロハスです。誰かテレキャス、今日のギターボーの人みんなテレキャスじゃなかったっけ。テレキャスを貸してください。あと道のガムの子もテレキャスやったな。いやー、どうもお久しぶりの方はお久しぶりです。1回生2回生の方は、あ、3回生もお久しぶりです。いやいいですね、リンクス。あの同窓会とライブが同時にやる感じ。繋いでみても。グッさん、はい、しんどい。つなごう、だいぶ弦切れたんだからさ、もうちょっとなんかあってもいいんじゃないの。なんか助けてあげようかな。あってもいいんじゃないの。4回生もね、いよいよ最後のリンクスかもしれないと思うと、思うところがたくさんありますね。延長生、延長生ということは延長戦があるってことやね、多分。延長したつもりはないんだけどな。あの今日来てくださったが先輩方の多くは、僕ら4回生隊が新刊の時にステージをやっていて、憧れて FSC サークルっぽいなと思って入ったサークルで、今日のヘルゼンも、鳥のヘルゼンシュタインっていうバンドも、あのイマージナルやってるのを僕は見てかっこいいなと思って入部を決めたっていう、そういういい話もわかります。ごめんなさい、ハルキ、ごめん。ああいう先輩になりたいなと思って、はい、すみませんでした。そう、ああいうバンドをやりたいな、ああいうバンドになりたいなっつって入ったんです、という曲をやります。君になりたいという曲を。
こんなもんじゃないんでしょ、確か。あの合宿を乗り切ったんだから。違う。こんなもんか。こんなもんか。いや、意地がないのか、意地が。卒業生の方に今の FAC がこんなんだっていうのを見せつけたくないのか。見せつけたいです。一人だけやったんです。やろうか。もう。いけるだろ、FAC もっと。気づいてこんかい、ちゃんと。こんなんか、こんなんか、現役生の若さは、力は。FAC の力、これっぽっちか。あと2曲続けて聴いてください。いろはすでした。ありがとうございました。
とはちっぽけ。